ベンド十字軍ベンド十字軍とは、1147年に、提唱され、ポラーブご所属あるいはベンド人に対して行われた、北方十字軍の一つ。またこれは新聖ローマ帝国のドイツ王国が率いた、第二回十字軍の一環でもあった。12世紀初めまで、ブレーメント・マクデブルクのドイツ大司教権力は、平和的な手段により、近隣の意境と西スラブ人に、 キリスト教に改修するよう求めていた。しかし聖地へ向けた第2回十字軍の準備が行われる間に、対スラブ人の十字軍を支持する強皇直所が発行された。1147年6月、スラブ人の族長に黒とは帰戦を制して、バグリアを侵略した。十字軍は1147年のンカに新軍を、 開始指導便のスラブ人を表向き洗練させるのに成功したが、デミンからは撃退された。目標を変えた十字軍は、キリスト教家済みのシチェチンへ進軍したが、これは到着と同時に解散した。主に、ザクセン人とデンマーク人で構成された十字軍は、異教徒のスラブ人に権能を強要し、バグリアとポラビアに対するドイツの支配意見を確認した。ものの、 住人の大半をすぐに回収させることはできなかった。リームス・サクソニア10世紀の間、夫婦朝は、神聖ローマ帝国が、西スラブすなわちベンドの土地へ向け東へと拡大するのを指示していた。これらは、ローマ王ハインリヒ一世と神聖ローマ皇帝オッ婦一世の提唱によるもので、オッ婦一世は、ソルブ人の領地内にある、 ドイツ占領地を守るためにブルクバルトを採用した。オット一世の副官、辺境白ゲイロ一世とヘルマン・ビルングは、それぞれ、東と北へ進出し、征服したスラブから権能を要求した。境界勢力は、マイセン、ブランデンブルク、ハーフェルベルク、オルデンブルク・イン・ホルシュタインに、四教区を置き領地を管理した。しかし八十七年に、 スラブ人が大規模な反乱を起こし、ドイツの領地は以前に逆戻りした。ブルクバルトがザクセン人にマイセンの支配権の保有を認めたことで影響力は残したものの、ブランデンブルクとハーフェルベルクを失った。エルベ川が帝国の統制できる東の境界となった。12世紀初めまで、 ブレーメント・マクデブルクの大司教は平和的な手段で異教徒のスラブ人をキリスト教を消した。有名な伝道者にウィセリン、クサンテンのノルベルト、バンベルクの夫がいた。神聖ローマ帝国ザリエル朝サの支援なしで世俗のザクセン君主たちはスラブ人の領地を狙っていたが、軍事力を行使するのに手詰まりな状態であることに気づいた。 ホルシュタインのキリスト教徒と異教徒が互いにリーメスサクソニアを超え襲撃し合ったが、主な目的は剣能だった。1140年、ないし1143年から、ホルシュタインの貴族は異教徒、バグリ族の定住地バグリアへ進出した。ホルシュタイン博アドルフ2世とハインリヒフォンバドビーでは、後にリューベックとラー・アツェブルクへ発展する。 ポラーブ人の居住地の支配権を握った。アドルフ2世は、オボトリート族同盟の名手ニクロトとの間で平和を模索する一方、バグリアのドイツ植民化とキリスト不況を奨励した。1144年のエデッサ白国陥落は、キリスト教世界に打撃を与え、教皇エウゲニウス3世とクレルボーのベルナルドスが、 エルサレムの十字軍国家の拡充目的とした第2回十字軍を衝動した。多くの南ドイツ人が中東に向けた十字軍に志願したが、北ドイツ人であるザクセン人はこれに気乗りせず、1147年3月13日にフランクフルトで開かれた帝国議会でベルナドゥスにスラブ人に対する軍事行動を起こしたいと言明した。 ザクセン人の作戦に賛成した教皇エウゲニウス賛成は、スラブ人に対する十字軍と、聖地拡従の十字軍の双方で得られる精神的な、救済に違いはないという教皇直書を発行したが、これは3月13日の完全なる信料として知られている。スラブ人に対する十字軍には主に、デンマーク人、ザクセン人、ポーランド人が志願したが、中には、 ボヘミア人もいた。ドイツの諸公は、この十字軍には参加せず、アスカーニエン家のバレニシュテット博、アルブレヒト・クマコーヤベッティン家のマイセン編強博、コンラート一世、シャウエンブルク諸公といったザクセン諸公が主導し、強行施設ハーフェルベルクのアンセルムスが命令を、総括することになった。1147年6月、アドルフ二世の十字軍参加に憤慨したニクロトは、 起戦を制してバグリアを侵攻したがこれが1147年晩夏の十字軍を引き起こす原因となったアドルフ二世は自分の領内からオボトリート族を駆逐した後ニクロトと平和協定を結んだそのため他の十字軍は標的をオボトリート族の要塞道瓶とリューティーツ族の砦で民に定めたオボトリート族の名手という立場から ニクロトはそれらの十字軍勢力との戦闘を余儀なくされた。ドービンを攻撃する部隊には、デンマーク王クヌーズ5世、スベン3世、ブレーメン大主教アーダルベルト2世、ザクセンコーハインリヒシシコーも参加していた。激戦を避けニクロトは巧みにドービンの湿地帯を防衛した。デンマーク軍は、ニクロトと同盟関係にある、流言島のラーン人に、 海軍の攻撃を防御され、ドービンから出撃したスラブ軍に敗北した。ハインリヒシシュ志とアーダベルト2世は、デンマーク軍退却後も、ドービンは包囲し続けた。一部の者が田園を荒廃させようと主張したとき、他の者が、我々が破壊しているのは、我々の土地と人民ではないのかと逆に尋ねて反対した。ハインリヒシシュ志に従うザクセン公軍は、 ニクロトがドービン中東軍の先例に同意したため、同地における異教徒のキリスト教家という大義名分を失い撤退した。ドービンが攻略対象から外れると、ザクセン軍はマインツ、ハルバーシュタット、ミュンスター、メルゼブルク、ブランデンブルク、オロモーツの司教らとハーフェルベルク司教アンセルムに統率されていたデミンと真っ向から対立した。また、 コルバイ修道院の修道院長、ビーバルトは、流言島を獲得したいと望んでいた。デミンの包囲が不成功に終わったため、辺境白たちは、攻撃先をポンメルンに変更した。十字軍はすでに、キリスト教家されている都市シュチェチンへ進軍したが、同志の司教、アーダルベルトに食い止められた。十字軍は、司教ポンメルンのアルベルト、 シチェチン・コーラティボールとの間に協定を結んだ後に解散した。最終的に、ベンド十字軍は、交際賞を半ばする結果となった。ドイツのザクセン人は、バグリアとポラビアの所有権を確認し、ニクロトに残されたのは、リューベック伊藤のオボトリート族の土地だった。ザクセン人は、ニクロトから剣王を受け、ハーフェルベルク司教の植民も可能になり、デンマーク人の法令も、 幾人か釈放された。しかし世俗と聖職の十字軍の統率者は、互いに相手の行動が自分の目的を妨害したと非難しあった。クレルボーのベルナルドゥスによれば、十字軍の目的は、神の救済により彼らが回収するか取り除かれることによって成就するものだった。しかし、ベンド十字軍は、ベンド人のほとんどを回収させることができなかった。 ザクセン人はドービンの住人のほとんどを回収させることができたが、これはキリスト教軍を解散させるために講じた一時的なものだった。ポンメルンのアルベルトはキリスト教の信仰を強めたいなら、武力ではなく説教によらなければならないと失敗の原因を明らかにしている。また、メクレンブルクとポンメルンの中部地方の田園地域は、主に ハインリヒシ志向の兵士による流血を伴う略奪によって人口が激減した。ボーサウのヘルモルトはキリスト教家のためではなく金のためだけに行われたと著述している。戦でスラブ人たちは多くの生産手段をも失い、それにより将来的な抵抗も限定されてしまった。バラックラオ、P263 デイビーズ、P362 ヘルマン。 P328 クリスティアンセン、P55 ハットシーヨルダン、P44 クリスティアンセン、P53 クリスティアンセン、P54 バラックラオ、P263 バラックラオ、P263 ヘルマン、P327。ありがとうございます。